今日の事件は、5歳女児を全裸にさせ暴行を加え虐待意識戻らぬまま死亡。当時5歳の女児に暴行を加え裸で長時間立たせ続けたなどとして、岡山県警は9日、母親の無職西田彩34岡山市北区内倉庫船橋誠二38同市南区の、両容疑者を強要容疑で逮捕した。女児は昨年9月に病院に搬送され、今年1月に死亡した。両容疑者は内縁関係にあり、県警は日常的に虐待していたとみて女児が死亡に至った経緯を調べている。発表では、両容疑者は共謀し昨年9月12、13日の計5回、西田容疑者の自宅で、西田容疑者の娘の真央ちゃんの髪を掴んで引っ張ったり鼻の穴に指を突っ込んだりする暴行を加え、椅子や鍋の上に立たせ続けた疑い。船橋容疑者は暴力を振るって、長時間立たせ続けたと容疑を認め西田容疑者は私がしたことではないのに、共謀というのはおかしい。と否認しているという。捜査関係者によると、携帯電話に容疑事実の虐待行為が映った動画が残されていた。行為は約3、6時間にわたり、午前3時50分頃まで及んだケースもあった。真央ちゃんが全裸にされ、霧吹きで濡らされて扇風機を当てられ続ける様子や船橋容疑者がやっと楽しいミッションがやってきた今日も楽しい時間が始まる。などと話す様子も記録されていたという。真央ちゃんは昨年9月25日、西田容疑者の119番で同市内の病院に搬送された。目立った外傷はなかったが、窒息して脳死に近い状態となっており、病院から連絡を受けた市の児童相談所が事件の可能性があると県警に通報していた。真央ちゃんは意識が戻らないまま今年1月12日に死亡。司法解剖の結果、死因は低酸素脳症だった。県警は、暴行と死亡との因果関係などを慎重に調べている。西田容疑者に真央ちゃん以外に複数の子供がいるという。他の子供は児相に保護されており県警は他の子供への虐待の有無も調べる。すげえ胸クソ悪いわ死んで地獄に落ちろよこいつら。ひどい拷問だなちょっと理解できない。母親が男に捨てられたくなくて子供をおもちゃにさせたりストレス発散の道具にさせる。しかもこういう事件は民事不介入の原則とかで、子供が亡くなってからしか警察は動かない。それでもう遅いんだよ。これは本当になんでなんだろう？なぜそうしたかが全くわからない。こいつら本気で頭おかしいんじゃないのかな？この少子化で悪くなる一方の国を支えていく。責任がある子供をなぜこんなくだらないことで殺すのか？この母親は自分の子供を守りもしないで凶暴じゃないっておかしいだろ。子供にとっての唯一の救いは母親が助けてくれることだろ。こんなクソ男連れ込んでるバカのくせに。罪は軽いんだろうな、ムカつく。完全に毒親だ。しつけのつもりだった、まさか死ぬとは思わなかった。反省している派？ 5 歳なんて可愛い盛りだろうにどんだけ鬼畜なんだ。こいつは娘の死を嘆くどころか自分のしたことを擁護してる。本当に胸クソ悪い。悲しい、どうしてそんなことができるんだよ、死刑でいい。どういう人生を歩んだら子供を鍋の中に長時間立たせるって思考になるんだろ？自分も親にやらされたのかな？すべての行為が理解できない。全裸も鍋に立たせたのも糞尿対策なのか？多分食事も与えてない気がする。鬼畜のなせる技だよ。扇風機を定位置で長時間かけていたら5歳児なら呼吸困難になって脳死。こいつらは分かっていてやってたと思う語られない壮絶な虐待が他にも。あったことは想像に難くないよ。拷問が辛くて脳が死を選択したんだろうねきっと。いやマジで、幼子を虐殺するとかもう脳みそがどうにかなってんじゃねえのかよ。もうこいつら拷問して殺してやらなきゃ気が済まねえ。そうしてやらなきゃ虐殺されたかわいそうな女の子の魂はどこへ行けばいいのかね。許せねえ。本当に許せねえ。常時頭なでなでして頬ずりして可愛がって育ててやれよ。虐待で殺すとか信じられない。お母さんに守ってもらいたかった、と思う。本当に、子供の気持ちを考えると、悲しくなる。幼稚園、保育園を統一して、義務化すれば、良いと思う。そうすれば、第三者からのチェックも自然と入る。あと、児童相談所の介入は、
必要と判断されれば親権の剥奪、もしくは停止などできるようにするべき。費用は、国家議員を含めて、議員の数を全国の自治体から一人ずつ削れば出る。くだらない大人より、子供の未来の方が、ずっと価値がある。この手の犯罪はもっと刑罰を厳しくしろよ。無抵抗な子供の虐待死には最高刑が死刑でもいい。ああもう本当に許せない腹は谷へ繰り返る。児童虐待をもっと重罪にしようと立ち上がる官僚はいないのかよ。なんだか知らねえけど涙が出た。ご視聴ありがとうございました。